はい、どうも始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv でございまーす。こちら、千葉県旭市、JR 日形駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーのお店、ラスター、こちらから配信しておりまーす。はい。ってなことで、本日も、秋の夜長に読みたいおすすめの本、目次読み、こちらを紹介していきたいと思います。本日紹介する本はこちら、デデン、哲学、島田紳助、松本人志。そろそろ自分の死に際のことを考え始めている島田紳助、もうあいつには勝てんなと他の芸人に言わせたい松本人志。互いに天才と認め合う二人が、照れも飾りもなく本音だけで語った深遠なる人生哲学、お笑い、日本、恋愛、家族、ここまでさらけ出してしまって本当にいいのか、二人の異彩の全思考、待望の文書か、文庫か。ってことで、目次を早速読んでいきたいと思います。目次はこんな感じでーす。じゃん。第一章、松本人志、松本紳助、笑いの哲学を語る。第二章、人生哲学を語る。友達について、結婚そして家庭について、一番について、子供そして教育について、お金について、日本そして日本人について、お笑いについて、生き方について、今後の自分について。第3章、島田紳助と松本人志の開講の第3章までです。ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。それでは本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。それではまた明日。んーどん。